や。じゃあ回、例えばじゃあさ、今までっていうかさ、そもそも回さ、なんか俺は好きな子できたとかって言ってくれるじゃん、割と。あ、結構話すね。でしょ。まあみんなに話してるわけじゃないけど、うん、大森とかには結構言うよね。だよね、言ってくれ、好きな人できたみたいな。そう、で言ってくれた中で俺の知ってる限り100発100中でさ、あの付き合ってるじゃん、いつも。そうだっけ。そうだよ、まあまあ、そうかもしれない。そう、うん、そのさ、なんていうの、そのさ、好きになってから付き合うのにこぎつけるまでのプロセスみたいなやつをさ、ちょっとせっかくだからさ。プロセス。プロセス。あー、俺の攻め方みたいな。そう聞きたいんだけど。なるほど、気になりますね。はい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 、うん、話せる。全然話せる。大丈夫。そんな別にその具体的なことは言えないけど、はい、好きになった人、付き合いたい人がいましたっていう話でね。そうその人と付き合うために何するかっていう話でね。そうだな。なんか前さ、質問コーナーで好きな人としてできたらどうしますかって言ったらさ、なんか俺はガンガン行くけどねみたいなさ。ああ、ね、そうだね、そこだけはさ、言ってたじゃん。あ、もっと詳しくね。あ、そう。あ、いいじゃんいいじゃん。そうだね、でも行くね、ガンガン自分から、うん、どんどん行くし、まあなんかさ、そのまず自分がしてもらうと嬉しいことってあるじゃん。なんかそれを相手にどんどんしていくっていうか、うん、例えばその初めてその好きになった人とかでも、まずなんか趣味の話とか絶対聞く。質問で、な趣味なんだみたいな。しない？え？俺はしないな。え？しないの？しない。あ、もうその時点でダメじゃん。だってもう相手のこと知ろうとしてないから、自分の話ばっかりしてるってことでしょ。あ、もうそれはもう論外で、だからまず相手のことをいろいろ聞くよね。聞いて、うん、で例えば趣味をいろいろ言ってくれたり したりとかさ、うん、なんかその映画が好きでとか、この漫画が好きでとか、いろいろ教えてくれるわけじゃん。はいはいはい。そしたらなんかその人の好きなことをめちゃめちゃ勉強する、まずは。あ、へえ。そうするとなんか話の話題も増えるし、なんか嬉しいじゃん。なんか自分が好きって言ってることをなんか自分のために勉強してくれたんだみたいな。確かに。っていうのは必ずしますね。なんかレベル高いな、いきなり。なるほど。え、それはもう絶対やる、俺もう。ほんと、うん、なんか好きな、なんか最近見た映画あるとか言って聞いたら、うん、もう絶対見る、すぐ。あー、うん、だって話題が増えるじゃん、そのそうっすね、うん、で、俺も見たよみたいな。そう、まあ、例えばなんか好きな音楽あるって言って、うん、例えばなんか何々って言ったら、その曲をもうめっちゃ聴くようにするし、うん、うんうんうん、なるほどね。そう、じゃあっていうのは合わせるんですよね、まずは。なるほどね、すごいね。俺らもちょっと口説かれてたんじゃない？どういうこと？俺も口説かれてた。なんかさ、この間さ、あの携帯渡されてさ、Apple Music、Spotify、Apple Music 渡して、大森ちょっとこれ好きな歌入れてよとかってさ、ちょっと大森の好きな歌知りたいからとか言ってさ。いやいや、でもそれはなんか友達にも言えることだよね。あ、そうですね。その女の人でも男の人でも一緒じゃない？その友達と仲良くなりたかったら、その人のなんか共通の趣味増やしたいって思うし、それは共通して言えるかもしれないね。なるほどね。まあ、あとはそうだね、なんかすぐ誘うよね、好きだったら。まずご飯とかね。ご飯に誘うんだね。うん、誘わない？なんかご飯誘いますね、基本的に。それご飯誘ってさ、断られたらどうすんの？断られたら？ご飯誘うときに。そういや、断られないように俺は誘う。どういうこと？そんなことができるの？だから例えばさ、うん、どうやって誘ったか知らないけど、うん、なんかいついつ何日空いてるみたいな感じで聞いて、空いてないって言われちゃうでしょ。俺の場合はなんか何日と何日と何日って3つぐらいこういて、この日空いてるから、あのどっか行けないですかみたいな。でそれでも断ってきたらさ、3つぐらい候補が、うん、それからもうその時点で俺に興味ないなって思うし、あ、さて引くそこで。そうだし、なんか断りづらくさせるってこと。その断りづらくさせるし、なんか分かるじゃん。しかもそれで断ってきたらもう興味ない。それでしつこく行く必要もないし、うん、もし本当に予定が入ったとしたら、なんか向こうの空いてる日を提案してきてくれると思うから、うん、それで断られたらもういいやってなる。まず、じゃあ今まで俺が聞いてきた中の人たちだと、その3点攻めで、まあ大体三つぐらい候補は出して、ルーティンになるんだよ。いや、ルーティンっていうか、普通に誘う時に何個か候補を出すよ、それは。なんかその中でも向こうのなんか都合のいい悪いってあると思うから、うん、いくつか予定を出してあげるのは大事かなって思うけど、それ有効かもしれんな。ちょっと
パクるかそれパクるかパクるかそれはいや分かんない、なんか何が正解か分かんないけど俺はそうしてるから、うん、いやでも多分それねいいと思うわ、うん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録